が数。数は男子80、女子は分かんない。全部でとりあえず80ですね。そうなると思う。平均は 6.05 っていうのは分かってる。ああ、男子は 5.75 だ。ああ、5.75、6.05、5.93 で、数と平均にやったら合計が出てくるっていうのが平均の仕組みです。数かける平均の合計、むしろ合計割る人数で平均を出してたんだから、その逆をしない。数かける平均が合計だ。なのでこれは 6.05 だし、これはさっき出した400。